5月31日のニューヨーク株式市場を振り返ります債務上限問題は会員での法案採決が日本時間の1日昼頃に予定されておりこの日のマーケットでは様子見ムードの慎重な取引となりました野党共和党の一部議員がマッカーシ市ー会議長の解任動議をちらつかせるなど可決に向けては綱渡りの状況が続きますまた経済指標では4月の求人件数が 減少を見込んでいた市場予想に反して増加に転じるなど FRB によるさらなる利上げが意識されました午後には FRB 高官が次回 FOMC での利上げ見送りを示唆したものの同時に次回会合で金利据え受けを決定しても金利がピークに達したと解釈されるべきではないと述べるなど株価への影響は限定的でした